演歌3番893番ちょい喜太郎です。本日のお話は工藤会総裁野村悟さんのお話です。私工藤会のお話とか今回、野村総裁田上会長が死刑無期の判決が出たというお話をしてきました。そして判決文まで読まさせていただいた中でこの野村悟さんという方はどういう方なのかよくわからないというよりもこの4つの事件に関わったということで死刑判決ということはわかりますがその人となりというのはどういった方だろうかということに興味を持ちました。これはもう正直言いまして皆さんにたまに指摘されるウィキペディアとかネットで調べた情報あるいは出版された雑誌などでそれを抜粋してまとめたということなんです。こういう方であるということが少しでも分かった上でこのような判決が出たということとこの事件の内容と照らし合わせて考えていただければということでお話しさせていただきます。生い立ち1946年、昭和21年、北九州小倉北区生まれ。実家は山林や広大な田畑を所有し野村さんの父親は商売人でありながら土地の転売をうまく活用し財産を増やしていった。6人兄弟、4男2女の末っ子。小学生の頃は身長が低く細身でとても悪の印象はなかった。中学生の頃から窃盗などの不良行為が重なり少年院へ入所。20代で工藤組、田中組の構成員となった。1980年頃から福岡県小倉北区の繁華街でサイコロ賭博を開帳。一晩で2億円以上の金額が回収できたという。累計10億以上の収益を上げた。野村さんは田中組の稼ぎ頭になりこの頃から組内で資金力に物を言わせて味方を増やし田中組の組長へと駆け上がった。1988年7億円の遺産を相続したと言われている。田中組初代田中慎太郎組長。工藤組と草野一家の抗争については草野孝明さんの動画で語っていますが工藤組初代組長工藤源治さんの片腕であった草野孝明さんが紫川事件の罪を一人で背負うために拘留中に工藤組を脱退草野組を解散した。ここで工藤組長との誤解が生じ工藤組と出生に結成した草野一家との抗争が始まる。草野さんの方面祝いをしたのは山口組3代目の田岡組長だった。田中組は工藤組後に工藤会と改名の一派で田中慎太郎組長は当時将来の工藤組を担う勢いがあった。工藤組若手ナンバーワンだった。しかし田中組長は草野一家の草野孝明さんと山口組の伊豆健二組長との兄弟結縁式をなんで敵対している組の結縁式に行かなならんのかと欠席不義理を働いた。初代工藤組組長の工藤源治さんさえも出席している。その上田中組組員は草野一家ナンバー2の溝下若頭、極政会会長を襲撃した。当然報復があり田中慎太郎組長は溝下会長の子分に射殺された。ここに工藤組、工藤会田中組と草野一家極政会溝下会長との確執が生まれている。田中組長が亡くなってからそれまで田中組内であまり目立たなかった存在であった野村さんは豊富な資金を武器にクーデター的に田中組長に上り詰めた。田中組歴代組長初代が田中慎太郎さん2代目が木村清澄さんと読むんでしょうか3代目野村悟さん5代目工藤会総裁4代目は工藤会会長で3代目工藤会理事長4代目田上文雄さんですね。4代目は工藤会会長の田上文雄さんが継いでいるわけですね。工藤会は工藤組工藤連合草野一家工藤会となり稲川会の稲川清浄さんの仲介により抗争は手打ち工藤連合草野一家となりさらにそれを工藤会にまとめたのは工藤会3代目総裁の溝下秀夫御体である。工藤会歴代総裁初代工藤源治さん工藤組初代組長工藤会初代会長2代目草野孝明さん工藤組若頭草野一家初代会長工藤連合草野一家初代会長工藤会2代目会長3代目溝下秀夫さん草野一家若頭工藤連合草野一家2代目会長工藤会3代目会長4代目野村悟さん工藤組田中組組長工藤連合草野一家工藤会4代目理事長から会長5代目田上文夫さん工藤組田中組組長工藤連合草野一家工藤会5代目理事長になり
それから会長ですね。北九州という特殊な地元文化、北九州というのはもともと農作地で農業農家が中心となった地域であったが、戦後エネルギー力を石炭で賄っていた時代、炭鉱の開発がされた地域となり、全国から働き口を求めて新参者たちが北九州に押し寄せた。炭鉱で働く者たちはどちらかというと腕っぷしに自信があったり、乱暴者が多かった。重労働のストレスをお酒で解放する者も多く、治安は乱れた。工藤源氏組長、草野孝明組長が地元民と炭鉱へ出稼ぎの人たちとの揉め事に介入してうまく収め、地元民も安全に今まで通りの暮らしができるように、新参者たちにも頑張って働けるようにと荒くれ者たちを上手にまとめてくれるために、ヤクザはそのために必要だった。実際草野さんは亡くなってからも地元民からの喧嘩が絶えないほど人望が厚かった。草野さんの後を継いだ溝下音体と言われる溝下秀夫さんも多彩な才能があり、ユーモアも交え、一般市民にも都政人からも人気のあった人物だった。炭鉱町であったゆえに、当時は公共のものも使用物のように扱うような思考があったために、病院のロビーを休憩所のように使用したり、病気でないのに寝るために入院させろと言ってしまう一般市民もいて、肩気同士でも揉め事の多い地域だった。そういった面でも北九州にはヤクザは必要な存在であったし、肩気とうまくやることでしのぎを上げていた。野村悟さんが工藤会会長になってから2008年、溝下音体が亡くなるまではおとなしくしていた野村さんだったと言われています。実際、溝下音体が総裁であった頃は工藤会も波風が立つことはなかった。野村さんは溝下さんの一言で博打からも手を引いた。これは野村さんは博打が好きで、このまま続けるとせっかくのしのぎがあだになると分かった溝下音体が、良い状態の時に手を引けと指導したと言われている。野村さんは素直に手を引いたが、気持ちの中では何かわだかまりを抱えていたのかもしれません。野村さんが工藤会5代目総裁に就任すると、身内の草野一家の派閥、溝下音体の一派の粛清に乗り出した。野村さんの親である田中慎太郎組長を射殺したヒットマンはもちろん絶縁処分を受けている。溝下音体のために長期服役をした幹部たちは出所後執行部入りを約束されていたが、その話は保護にされた。溝下音体と親交の深かった組長たちは引退した後でも野村派に暗殺されたり、自宅に銃撃される、理由なく降格されるなどの粛清が活発となった。溝下派は肩木とうまく関わりを持っていた組でもあり、溝下派がなくなると工藤会は肩木との関係も傾いていった。野村さんが工藤会のトップになって全国の都政トップたちに挨拶に回った時、野村さんの紹介がうまくできなかった人物はそれだけで絶縁処分となった。野村さんの自己顕示欲の強さ、プライドの高さがわかるエピソードであると言われています。野村さんがトップになってから工藤会の凶暴性は歯止めが効かなくなった。溝下音体の時は政治治安などの行政とも何らかの形でうまく収めていたものだが、野村さんになってからは市民への襲撃、警察への襲撃など掟破りとも思える暴力を相手構わず行使することになり、これではついていけないと組員たちが離れていった数も少なくはない。一時は九州最大の組織とも言われた工藤会を縮小凶悪化してしまった災いは、野村さん自身と野村派によってもたらされたと言えるかもしれません。裁判となっている襲撃事件内容。1、元漁業組合長射殺事件。1998年2月殺人罪。被害者の組合長は草野孝明元総裁の実弟を射殺した都政を引退した人物である。被害者を悪く言うわけではないですが、暴対法以前は工藤会と懇意にしていた事実はある。さらに被害者の実弟も2013年12月に路上で射殺されている。2. 看護師死傷事件。2013年1月組織的殺人未遂罪。被害者は野村さんの施術を担当した看護師。野村さんの施術中の時の会話が表に出ているが、どこまで本当なのかはわからない。施術中、施術後の態度が悪かったという理由で事件となった。 3. 歯科医師死傷事件。2014年5月組織的殺人未遂罪。被害者は1の事件の組合長の孫であり、父親は漁協組合幹部である。4.
元県警警部銃撃事件、2015年7月、組織的殺人未遂罪、起訴されていない工藤会の市民襲撃事件、起訴されていない工藤会の市民銃撃事件です。小倉北区のクラブに手榴弾が投げ込まれ、従業員11人が重軽傷を負った事件。小倉南区の自治総連合会会長宅に銃弾が撃ち込まれた事件。暴力団の入店を禁じる表彰を掲げた店に放火した事件。経営者の女性が襲撃された事件などいろいろあります。脱税事件、建設業界、パチンコ業界などの上納金を工藤会へ納めた一部が野村さんの個人所得として計上しており、2010年から2014年の間に8億円もの所得を隠し、3億2000万円が脱税されたと検察側から主張された。この事件がきっかけで野村さんの個人資産は20億円、不動産は除くを大きく上回ることが分かった。2018年7月、福岡地裁、懲役3年罰金8000万の有罪。2019年7月、福岡高裁、控訴棄却。2021年2月最高裁、上告棄却。2021年4月関係者が現金で納付した。獄中手記、週刊実話の短期集中連載で2019年に公開されたものがあります。拘置所の生活、7時20分起床、点呼で証拠番号と名前を述べる、8時朝食、正午昼食、午後は弁護士と面会、15分ほどの入浴や運動をし、午後4時夕食、夜9時消灯、年齢の数だけスクワット運動をする以外は読書をして過ごしているという生活を逮捕以来5年間継続している。もちろん接見禁止である。否認を貫いているので接見禁止は想定内。差し入れ、普通に差し入れは嬉しい。ポケットティッシュ一つにしても差し入れ表に下手くそな字で名前があると、ああ元気でやっておるなと安心するものである。中にはエロ漫画ばかり差し入れてくる者がいるので、俺の歳も考えろ、こっちはいいじいさんだぞ、毎日エロ漫画ばかり読めるかと弁護士を通じて伝えたら、漫画の差し入れは禁止と伝わってしまったようだ。生い立ち、自身で語る生い立ちについては、父親は南小倉駅の路線の南側で一番の働き者で、酒を飲んでも陽気な男だ。家族でヤクザ関係者は自分だけ。本人曰く、なぜ恵まれた環境にあってヤクザになったのか、それは性分だったのだろうと語る。野村さんは木村田中組二代目組長から杯を受けている。木村さんのようにバクトとして生きたかったと。木村さんは東京の出でバクトとして垢抜けていた。最初は賭博が好きで賭場に出入りするだけだったが、だんだんとバクトとしての道を極めたいと考えるようになった。逮捕時の状況、逮捕時ピンとこない、身に覚えのない容疑で逮捕状が読まれた。ヤクザたるもの座る、習慣されることを嫌がったり怖がったりしたらおしまいである。杯を受けた時に肝に銘じていたことの一つだ。身の覚えがないければ無罪を主張するまで。以前から警察庁が福岡県警では工藤会を潰せないとして独自に内定を進めていた。今思えばこれこそが国策捜査だった。家の上ではヘリコプターの音がうるさく響いていた。テレビでは X デーなどと報道されていたので、とりあえず着替えておこうくらいの気持ちでいた。他にも工藤組、草野組との抗争、合併、杯の交わし直し、溝下音体との絆など、様々な場面での、野村さんの本音が語られていた。野村悟の武勇伝というよりは工藤会の強行といった事件が取り沙汰されていることが多い印象だ。その中で野村さんがいろいろな思いがあったのいろいろを今後ももっと伝えてほしい内容でありました。私もこれを全部読みましたが、なかなかこの人間的なことを書いてあるので、まあ当然これ死刑判決が出るなんていう想定をしてませんから、私が想像するよりもその凶暴で怖いという印象よりも、割とこの若い衆思いであったり、若い衆のことを気を使っている発言だったりしているのは感じるとこでした。これがまあ一連の起訴された事件、実際にそういう事件は起こっているので、何かがあったのは間違いないですが、その言動からそれを感じるようなものはなかったのかな。ただしあえてそうしているのか、あえてもう自分がはっきりと言葉を言わずしても、そういった形に自然と末端の人間がそのような形に動くようなシステムを作っていたのかは分かりませんが、何か人となりが分かればということでお話をしました。以上です。